ホチガヤは、単子葉植物イネカチガヤ属の植物である。日当たりの良い空き地に一面に植え、細い葉を一面に立てた群落を作り、白い方を出す。かつては食べられたこともある。古くから親しまれた雑草である。ワミオチガヤの由来は、血セ線を表し、多く群がって生える様子から、線なるカヤの意味で名付けられたものである。漢字で、カヤと書き、 尖った葉が垂直に立っている様子から、鉾に見立てたものである。火水は漢字で、なと書くことから、ばなの別名でも呼ばれ、この他にも、マクサ、マカヤ、ミノカヤ、カヤなど、多数の地方名がある。日本では、古くから親しまれ、古名はちであり、火水は翼、またはなとも呼ばれ、古事記や万葉集にもその名が出る。英語名は、 コグングラス、アロング、アロング、ジャパニーズブラッドグラスなどの呼び名が付けられている。花言葉は、親しみ深い、子供の守護神、みんなで一緒にいたいである。日本では、北海道から、琉球列島までの全土、国外では、アジア大陸の中西部から、アフリカ、オーストラリアにわたる広い範囲に分布し、現在では北、アメリカにも帰化している。なお、日本にあるものを、 不思議違いやドラン一種にズとして、編集とする説がある。原名編集は、地中海沿岸に分布し、不死に毛がないこと、コボがやや大きく、柄がほとんどないことで区別される。なお、チガや族には、世界の熱帯から団体に、約10種があるが、日本では一種だけである。日当たりの良い丘陵地、原の草地の山にごく普通に見られ、道端や、畑、公園、 空き地など草刈りがよく行われる場所にも出現する。河原の土手などでは一面に反もすることがある。多年草で群生する。地下に白くて、節が目立つ。地下茎が横に長く生え、細根を出して繁殖し、ところどころから少数の葉をまとめて出す。噛むと甘みがある。葉はほとんどまっすぐに立ち上がり、高さは30から80センチメートルほどになる。 稲に似たような葉には細くて硬い傭兵があって、その先の洋心はやや幅広くなり、光線形で硬い。葉の裏表の差はあまりない。葉の縁はザラつくが、すすきほどではない。地上には、家系以外にはほとんど葉だけが出ている状態である。葉は冬に枯れるが、温暖地では残ることもある。この時期、葉は先端から赤く染まるのが見られる。は初夏で、 葉が伸びないうちに、葉の間から花茎を伸ばして、赤葛色の花水を出す。この花水を抜き取ってしゃぶり、噛むと甘みがある。葉は、細長い円柱型で、葉よりも花水は高く伸び上がり、花茎の上部に葉は少なく、ほぼまっすぐに立つ。こぼは基部に白い毛がある。花は小さく、銀白色の絹糸のような長毛に包まれて花水に、群がり咲かせ、褐色のおしべがよく目立つ。 柿の熟した穂は、綿のようにほぐれて、種子はこの綿毛に風を受けて、遠くまで飛ばされる。地下にしっかりした、捕復系があるため、大変しつこい雑草である。群生死的ぬげのような穂が、日光に照らされて輝き、風になびく光景は美しいが、雑草としては最も強い性質を持ち、一度土地に侵入すると絶やすのは難しい。 目の先端が細く尖り、円化ビニール製の蛇腹ホース程度なら、貫通する場合もあるという。下水は白い綿毛に包まれるが、この綿毛は、コボの基部から生じるものである。コボは、ジョの主軸から伸びる短い柄の上に、二個ずつつく。長い柄のものと、短い柄のものとが、体になっていて、それらが互いに寄り添うようになっている。コボは、長さが4ミリメートルほど。 細い筆心型をしている。小花は1個だけで、これは本来は2個であったものと考えられるが、第1小花はなく、その輪辺もかなり退化している。中等は細長く、紫に染まっていて、綿毛の間から伸び出すのでよく目立つ。繊維の上では、多年生双本であるので、一年生双本の群落に侵入すると、次第に置き換わって、やや安定した草原を形成する。 日本では、やがてススキなどが侵入すると、背の高さで劣るため、千ガ谷は、次第に姿を消し、ススキ草原や笹の群落から松林へとセニーが、進む。河川の土手などでは、定期的な草刈りや土手焼きなどによって、千ガ谷草原が維持されている。昭和中期までは、土手の草は、家畜の飼料や田畑の肥料として用いられたため、このような草刈りは、 定期的かつ丁寧に行われ、そのため土手の草は常に低く抑えられていた。ここに違いを主体として、釣り金人参やつるぼ割れも荒やあるいは秋の七草などの草花が咲く環境が維持、されていたようである。それ以後は、農業の形態が変わって、このような土手の草の需要がなくなったこともあって、草刈りや土手焼きは行われることが少なくなり、また不栄養化も進み、 草丈が高くなってしまったところも多い。聖高泡立草や大豚草などが侵入し、置き換わった場所もある。都市近郊では大規模な改修が進み、芝生やコスモス畑などの人工的な緑地となったところもある。しかし、道路周辺などの草刈りの行き届いた場所では、現在もよく見ることができ、ごく普通種であることには変わりはない。なお、 日本以外の地域においては、千がや草原がより広範囲、恒常的に存在する場所もある。特に熱帯から熱帯にかけての雨季と寒季の、はっきりした地域では、千がやは非常によく繁殖し、世界最強の雑草という称号すらある。世界の侵略的外来種ワースト100選定種の一つである。 東南アジアなどで森林を破壊するとアラヌアランと呼ばれる違いや草原になりやすく、そうなると繊維を妨害して、なかなか森林が回復しないと言われる。ごく人間の身近に生育する草である。地下にしっかりした匍匐系を伸ばすので、厄介な雑草である。尖った葉は、昔の日本で邪気を防ぐと信じられていて、魔除けとしても用いられた。他方、様々な利用も行われた。 この植物は分類学的にサトウキビとも禁煙で根茎や茎などの植物体に糖分を蓄える性質がある。外に顔を出す前の若い穂はツバナといって噛むとかすかな甘みがあって昔はので遊ぶ子供たちがおやつ代わりに噛んでいた。地下茎の新芽も食用となったことがある。万葉集にも穂を噛む記述がある。かつて栄養は乾燥させて 屋根を拭くのに使い、また成熟した柔らかな穂は、火打ち石で火をつける時の加工に使われた。乾燥した形容を梱包材とした例もある。晩秋11から12月頃に地上部が枯れてから、細根と節についていた鱗片葉を除いた根茎を、掘り起こして、火干し、または陰干ししたものは、かや根と呼ばれる木薬で、利尿、消炎、浄血、 止血に効用がある薬草として使われる。また、火水は完熟する前に採取して日干ししたものをつばなど、通称していて、火水の検視状の毛を切り傷などの患部につけて、止血に役立てられる。漢方では、根茎より尿目的で処方に廃材したり、火水は止血の効力があるとして、外傷の止血剤に用いている。民間では、かやね8から12グラムを、 水 500cc で半量になるまで煎じ、1日3回に分けて服用する用法が知られている。妊娠のむくみ、急性腎炎によるむくみには、カヤネ 15g を煎じて、1日3回に分けて服用する。根茎には、諸糖ブドウ糖、加糖、キシロース、カリジオ、サクサン、リンゴ酸、クエン酸、シュ石キ酸、トリテルペノイドなどを含んでいる。シリンドリンに、利尿作用があり、 カリショはナトリウムと結びついて人の体内から塩分を除く作用が知られている。他に、ちまきは現在では笹の葉などに包むのが普通であるが、本来は違い屋に巻いたカヤマきで、それが名の由来であるとの説がある。もう一つの利用として園芸方面がある。この植物はむしろ雑草であるが、葉が赤くなる性質が強く出るものを栽培する例がある。 ウィキメディアコモンズには、ちがヤに関するメディアがあります。ウィキスピーシーズには、ちがヤに関する情報があります。ありがとうございます。